得点がまだ入っていません。0対0。ヤクルトは1番に今日ファースト川端、2番センター青木、3番セカンド山田、4番レフトバレンティン、5番ライト雄平、6番ショート太田、7番にサード村上、今日ヒットを打っています。8番キャッチャー中村、9番ピッチャーのスアレスという左打者、5人のオーダーです。ボールカウント1ボール2球目、ピッチャー菅野、第2球を長い前青木に投げました。打った、ライト上がった、大きいぞ、ホームランになった、ライトスタンドへ、青木第4号、ヤクルトが先手を取りました。ツーランホームラン。今川端慎吾が弾むようにホームイン。ビニール傘が踊る神宮球場、青木ホームイン。菅野打ちました。3回の裏ヤクルト先手、2対0。ヤクルトスワローズが2点を取りました。キラキラとカクテル光線に光る名物の神宮の傘、東京温度です。菅野またホームランで失点。これで今シーズンは7失点なんですが、全部真中さんホームランです。今大きい外からの、ね、はい、入ってくるスライダーですけどね、はい、いや、うまく打ちましたね、今ね、打った瞬間ホームランでしたね、はい、完璧でしたね。青木のライトへのツーラン、ヤクルト先手を取りました。3回の裏、さあ今日はヤクルトが先手を取った。東京シリーズ平成最後、ヤクルトが意地を見せるか。ノーボールワンストライク、2球目、バッターボックスには山田、第2球打った、連続ホームランか、レフト諦めた、大きな当たりはレフトの上段へ、連続ホームラン第5号。今度は青木に続いて山田、 AY4 連発です。今三塁キャンバスを回る山田哲人、ホームイン。3対0、ヤクルトホームラン攻勢、3点のリードを奪いました。今季2度目の2者連続ホームランです、青木と山田。まあ、今のも、ね、スライダーですよね。あの同じようなボールです、青木とね、はい、菅野のボール自体は若干甘いんですか。今のは、ね、ちょっと甘かったですね、山田のボールはね、はい、青木のボールは、ね、結構厳しいボールだったんですけども、ただまあ全部スライダーですね、打たれたらね、はい、川端もそうですし、青木もそうですし、菅野といえばスライダー狙いという指示も、そうですね、はい、ちょっと若干甘く入ったボールをみんな逃さなかったですよね、はい、さあバッターバレンティン、3連発の予感に湧く神宮です。1球目を菅野投げました、アウトコース直球打ちました、三塁線左へファウル。いや、キラ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 、あの傘がみんな持ってるんですが、小さい傘をくるくる回しますからね、回転させるとカクテル光線に、なんていうんですかね、フラッシュ点滅のような感じでピカピカと光っている。いや、ここ2試合はヤクルトファンが本当にもうストレス溜まりまくりだったと思うんで、このホームランに沸き返っています。3対0ヤクルトリード。バッターバレンティンに投げた、空振り、ノーボール2ストライク。バレンティンも俺も続くぞというような感じのスイング、かなり力んでますね、はい、ノーボール2ストライク。今季2度目ヤクルトは2者連続ホームランが出ています。ボールカウントノーボール2ストライク。今度が3球目、ピッチャー菅野、第3球を投げた、アウトコースへ小さく曲がった、ボール、ボールカウント1エンド2。さあホームラン構成で菅野から3点を取りました。これだから野球は面白いというかね、そうですね、これは大きいですよね、スワローズはね、はい、難攻不落の菅野からヤクルトがホームラン2本で3点を取っています。投げた、アウトコース打ってファウル、カウント1エンド2。菅野はもうヤクルトに関してはですね、もう対スワローズは6月22日去年の西浦ツーランから20イニング、あの CS も含めれば無失点で、 CS クライマックスシリーズ、あのファーストではノーヒットノーランもやりました ね、 ありましたね。その後は今季初対決の初回の山田の1点だけに抑えていましたが、ここに来て3点取られています。次の球、バレンティン打った、3連発だ、3連発だ、高く上がってレフトスタンド、ゲレーロ見送った、入った、ホームラン、神宮の夜空に青木、山田、バレンティン、3者連続ホームラン。神宮平成最後は伝説の3者連続になった。第5号、バレンティン大きく手を挙げて、三塁コーチャー川田さんと手を合わせ、今ホームイン。ヤクルト3連発で4対0。平成最後の東京シリーズは伝説の3者連続ホームラン、6年ぶり3者連続ホームラン、スワローズ。すごいですね、今のは完璧でした。今ストレートですね、ストレート、まあレフトスタンド中段からね、上段にかけて飛びましたね。ややアウトコースより高めのボール、ピンポン玉のように打球はレフト上段へ、
特大の一発。2番が大きい、3番山田、4番バレンティン、3者連続ホームラン。これは平成の最後の東京シリーズ1ページに刻まれるようなヤクルトファンには、ね、見事な3発ですね、はい、4対0ヤクルト4点リード。3回の裏バッターは雄平、1球目インサイドへ変化球、ああヤクルトファンすごい歓声、ワンボール、バッターボックスは雄平、大歓声になっています。ワンボールからピッチャーの菅野投げました、インサイド打ちました、打ち上げセンター前ヒット。ヤクルトこれで川端から始まって5連打、川端ヒット、青木ホームラン、山田ホームラン、バレンティンホームラン、雄平センター前ヒット、5連打。菅野が2回までとはいきなり変わって打たれている。これは菅野に変化があったと見た方がいいのか、川端のヒットと、ね、青木のホームランぐらいからですよね、はい、ちょっとこうさらにこうボールが中に集まってしまってますよね、はい、菅野の顔がもう汗びっしょり、